こちらのユニフォーム、6月25日と26日の楽天カードプレゼンツイーグルスガールデーで来場者全員にプレゼントされるんだよね。今回はクラッチーナちゃんがこのイーグルスガールユニフォームのタイプ別コーデを考えてくれるそうです。やったー。私たちエンジェルスとキッズのコーデも登場しますよ。ここチームショップで買えるグッズも登場するので皆さん必見ですよ。かわいい。トートパンツがね、すごい元気な感じでとっても似合ってるね。プラチーナちゃんとお揃いでユニフォームの下を結んでいます。こんな感じに可愛くも着こなせます。プラチーナちゃんのピンクのポシェットもバッチリだね。はい、これで応援も頑張れるね。続いて変身するのはエンジェルス香里。はい、クラッチーナちゃん可愛くしてね。オッケー、してくれる？はい、お願いします。最高最高やった。じゃあこれにしようか。はい、ではお着替え行きましょうか。せーの。とってもどうでしょう。すごく似合ってる。どうですか、ホチミ。かわいい。ユニフォームの、ね、色に白のスカートとっても合ってます、うん、後ろね、お洋服にリボンがついててそれを背中で出してます。背中にポイントがあって後ろ姿までかわいい。あー、かわいい、嬉しい。香りにぴったりなふんわりガーディーコーデになりました。大人っぽさもね、ありつつお天気いい晴れのスタジアムですごく映えそうね。このキャップもとっても可愛い。どうですか、似合ってますか？続いてはエンジェルスのクララです。イエーイ、楽しみ。クラッチーナちゃんよろしくね。このレースとピンクのワンピースとこの白いシューズにします。じゃあ着替えてきます。じゃーん、どうでしょう。かわいい。やったー。このレースとかもかわいいし、うん、クララのほほわんってしたイメージにぴったりだね、うん、すごい、さあ女の子のコーデだね。このイーグルスグッズのイヤリングとお揃いの刺繍をつけてみました。かわいい。クララにぴったりなピンクコーデバッチリです。ありがとう。最後はホズミ。みんなかわいい系だったから私はどんなコーデになるんだろう。早速着替えに行ってみましょう。せーの。はい、着替えてきました。どう？ボーイッシュなコーデもとっても似合うね。タオルもバッチリ持ってます。この紫のユニフォームにこの黒色の、ね、トップス合わせるのもすごくね、かっこよくなっていいね。で、これで応援も頑張れちゃいます。全体活動。はい、こうやって並んでみるとみんな違った感じで可愛いね。可愛い。クラチーナちゃんありがとう。ありがとう。でも見てみると一番可愛いのはさくらちゃんかな。私たちがつけているグッズだったりは楽天イーグルスのショップで販売中ですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてこのユニフォーム楽天カードプレゼンツイーグルスガールデーで
全員にプレゼントになっておりますので、皆さんのね、着こなしもとっても楽しみだね。ね、すごい楽しみです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガールデーでも待ってまーす。してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。 YouTube 登録してね。